ジョン・イーガンはアイルランドコーク兼コーク出身のプロサッカー選手。イングランドプレミアリーグのシェフィールドユナイテッド FC に所属している。ポジションは DF。2009年にサンダーランド AFC のユースチームに入団。2011から12シーズンにトップチームに昇格するも不出場に終わり、以降はクリスタルパレス FC に皮切りに、 あらゆるカブリーグのチームへのローン移籍に終始するシーズンを送り、2014年にサンダーランドとの契約が満了。2014年7月3日、エフルリーグ1のジリンガム FC と2年契約を締結。2シーズン在籍し81試合10得点を記録し、中心選手に成長。2015から16シーズンは DF ながら6ゴールを決め、 同シーズンの PFA 年間ベスト11のエフルリーグ1、ブ門ンのベスト11に選出された。2016から17シーズンから2シーズンは、エフルチャンピオンシップのブレントフォード FC でプレー。2018年7月19日、シェフィールドユナイテッド FC という年契約を締結。2018から19シーズンは2部リーグで2位に入り、2006から07シーズン以来のプレミアリーグ復帰に、 貢献。イーガン自身初のプレミアリーグとなった2019から20シーズンは広角候補の全評判を覆す快進撃を繰り広げ、イーガン自身も最終ラインからチームに貢献している。2010年からユース世代のアイルランド代表に招集され、2017年3月にフル代表初招集。同月28日のアイスランド戦でフル代表デビューを果たした。 ありがとうございます。